俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレ屋を運営している。今日の依頼人は、女性の場合出産の年齢とかあるじゃないですか。だから私絶対40までには結婚したいんです。いいお方いないかしら。あのうち結婚相談所じゃないんですけど。あら、結婚できずに人生を終える人の特徴。ごめんなさいね、てっきり結婚相談所かと。そうすか、じゃあそういうことで。でもね、聞いてよ、この年で婚活って本当に大変なのよ。でも私は売れ残ったってわけじゃないのよ。私って仕事すごいできちゃうじゃない。だからそっちが引っ張りだこで。ねえ聞いてよ、35歳以上の女性が結婚できる確率は 10% 以下らしいのよ。そうですよね、私もちゃんと考えなきゃな。 10%？ それは多いのか。待って、この人の話いい感じ。理想、どんな人がタイプなんですか。そうね、まず身長は175センチ以上は最低でも欲しいわね。それから年収は手取りで1000万は最低限。でもおじさんは論外ね。私の5歳下からがストライクゾーンかな。ちょっと理想がお高いんじゃ。本当はもうちょっといい条件がいいけど、理想が高すぎると見つかんないからね。俺の知り合いにいるかもしれんぞ。本当？ちょっと呼んでこよう。ありがとう。おいしいで、変な期待を持たせるのは優しさじゃ。じゃあ行ってくる。誰も俺の話聞かねえじゃん。若さ、婚活ってどんな感じなんですか。いつぐらいから始めた方がいいんですかね。そうね、一つ確実に言えることは、若ければ若い方がいいわ。でもさすがに今すぐは。いえ、あなた分かってない。え、男はとにかく若い女が好きなのよ。若々しさとか若く見えるとかじゃないわ、実年齢の若さ。とにかく男はそこに食いつく。若い時は分かんないでしょうけど、失ってから気づくわ。自分が持っていた若さという武器の偉大さをね。その武器は使える時に使いなさい、いずれ消え去るわよ。だったら早い方がいいわよね。いつ婚活するの。今でしょ。そう、婚活しなきゃ。さあ落ち着け。話、あとね、婚活で失敗する人の特徴を教えてあげる。はい。とんでもないブーメランが投げられようとしとる。自分の話や自慢話ばかりする人はモテないからダメよ。え、何の脈絡もないのに自分の話を始めたり。え、でもね、聞いてよ、この年で婚活って本当に大変なのよ。聞いてもないのに自慢始めたりね。え、私って仕事すごいできちゃうじゃない。だから頼る気。でも結婚相手にお金とか見た目とか求めるばっかりはダメよ。結婚はギブアンドテイクだから。 ちなみにあなたは旦那さんに何をテイクするんですか。え、私は私という存在自体がもう素晴らしいじゃない。何言ってるの、この野郎。ストップストップ。恋をしようとする。あと、これは結婚相談所の人に言われたんだけどね、結婚と恋愛は別物らしいわよ。そうなんですか。恋愛してから結婚って思ってるでしょ。はい。まあそれがベストなんだろうけど、結婚は他にもいろんな条件が伴うからね。そうなんですか。でも女の子はいつまでも恋してたいわよね。ですよね。この人の婚活はまだまだ続きそうだな。連れてきたぞ。この方なら身長も高いしお金も持ってる。今年で138歳だが、人間の年齢にすれば27歳くらいだ。その方はさすがに。ズッキュン。え、お茶でもどうですか。喜んで。マジかよ、やっぱりお似合いだと思ったんだ。私もマジで婚活始めようかな。俺が紹介しようか。いいよ。え、キスはまだいいだろ。え、なんで。とにかくいいんだよ婚活なんて。え、なんで。教えてよ。ねえねえ、ひょっとしたら俺って結婚相談所の才能があるのかも。